札幌ドームからお伝えしてまいります。北海道日本ハムファイターズ対オリックスバファローズのゲームです。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？そうですね、僕は一番は表情ですかね。一番表情に出やすいと思いますね。あ、表情ですか。ぜひ今日は表情を見ていきましょう。さあファイターズ、先制のチャンスを迎えています。まあ取れる時にしっかり点を取っておきたいですよね。うん、そうですよね。さあどのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスには近藤が入っています。打った、ライト下がる、抜ければ先制ですがライトオーバー、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。ファイターズ1点を先制しました。ライトオーバーのタイムリーヒット、1対0ファイターズ。試合を制したのは日本ハムファイターズです。今日は赤星さん、打撃で圧倒しましたね。打つべき人が打ってくれましたし、これでまたチームが乗ってくるんじゃないですかね。そうですね、チームに流れを呼び込む今日の勝利でした。勝ったファイターズ、大きな今日は勝利になりました。一方のオリックスバファローズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはファイターズが見事勝利を収めています。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで札幌ドームから失礼いたします。本日は最後までご観戦いただきまして誠にありがとうございました。どちら様もお忘れ物、落とし物のございませんよう、お足元にお気をつけてお帰りくださいませ。